ギブソン・ナイト・ホークはギブソンが製造し、短命に終わったエレクトリックギターのシリーズ。フェンダーのギターを思わせる特徴を多く備え、従来のギブソンのギターとは過激なまでに異なっている。表面的には、ギブソンのトレードマークであるレスポールと似ている。メイプルトップのマホガニーボディである。ナイト・ホークは3つのレギュラーモデルと2つのスペシャルエディションからなる。カスタム、スタンダード、 スペシャルはそれぞれ2種類のバリエーションがある。2ピックアップバージョンとセンターピックアップに NSX シングルコイルを配した3ピックアップバージョンである。2ピックアップバージョンは5種類のトーンバリエーションしか持たないのに対し、3ピックアップバージョンは革命的なプッシュ、プルノブにより10種類のトーンバリエーションを持っている。ノブが押し込まれた状態では、 ハムバッカーは通常のハムバッカーとして動作するがノブが引き上げられるとシングルコイルに分割されフェンダーのサウンドに近づく。ナイトホークは様々な点でフェンダーのギターに類似している。斜め置きのハムバッカーはゲインが少なくテレキャスターやストラトキャスターに似たブライトでシャープなトーンである。 フロントピックアップは柔らかく温かい高温で、ストラトキャスターのフロントピックアップに似ている。数モデルに搭載されたセンターピックアップは、ストラトキャスターのセンターピックアップとほぼ同様のもので、あり、音色も似ている。非常に小さなボディとボディースルーのブリッジ、テールピース構造は、テレキャスターのそれと類似である。カスタムには、ギブソンバイブローラやビグスビーではなく、 フロイドローズのトレモロユニットが搭載されている。このフロイドローズは、ストラトキャスターのトレモロユニットとの類似性がある。ただし、ストラトキャスターは、標準で、フロイドローズを使用してはいない。ギブソンの標準的な24-3、4インチスケールでは、なく、ほとんどのフェンダーのギターがそうであるように25-1、2インチスケールで、ある。ギブソン社さんピックアップカスタムのページ。 ギブソン社にピックアップスタンダードのページ、ギブソン社サンピックアップスペシャルのページ、ギブソン社ホークのページギブソンナイトホークランドマークシリーズ。ありがとうございます。